アルクマン・アルクマンは、スパルタ出身の古代イギリシアの合唱女上詩人である。アルクマンと長母を表記されることもある。初期の旧歌唱詩人の代表であった。アルクマンの母の名前は分かっていないが、父の名は、ダマスカ・ティタロスと思われる。出生は、はっきりしない。古代、リディアの首都サルディス、スーダ辞典には、ラコニアのメッソア出身と書かれている。 アルクマンの6冊の合唱詞は中世に失われ、アルクマンはエジプトの作家らのピラミッドの傍らで1885年に発見された他のギリシア人作家のパピルスの中に出て来る引用などでしか知ることができない。パリのルーブル美術館にあるその断片は約100章の作品、乙女歌を含む、1960年代にオクシリンコスの古代のゴミの中から 多数のパピルスが出てきた。アルクマンのほとんどの作品は賛美歌、乙女歌、女子詩の形をとる。合唱詩はスパルタの社会的、政治的、宗教的な文脈の中で表現される。ありがとうございます。